ございます。 OK、 おはよう、みんな、おはよう今日日曜日ですね。違えた。はい。そうです。今日は B2 ですね。B2 さんに出るんですけど、あのね、昇格させてもらったので、アンダー出演じゃなくて、またぎ出演になりました。今日から。だから頑張ります。おはよう、おはようございますね。皆さん今日は何するんですか？海は今日は昼夜なのでね、はい、公園行ってきますおはですなんですかね、何するんですかね。あ、おとといグッドスプーン初めて行って、最初に引いたコースターがみたいなって、おお、ありがとうございます。大事にしてくださいコップ大きすぎたらね、置くかは分からんけど、まあ置いたら冷たいドリンクとかやったらシワシワになっていくって、顔がアキラ先生が言ってました。今日初めてビーチ公園行きます。ありがとうございます。自己紹介頑張って、そうですね、はい、頑張ります。またいじゃいます。仕事やって、あ、じゃあ海も頑張りますね皆さん仕事してるんやなと思って、あら、今日からお仕事の方多いですね。劇場へ参ります。待ってます。うん、自分の生誕祭なので出かけてきますよって、おめでとうございます。おめでとう一日お出かけなので公演はアーカイブで見るよやって。 OK です。今日は寒いので家に冷え込もってガンブラ作りますよって。じゃあガンプラ作ってるよなって思っときますね。なんかね、アミ結構なんでやろ、みんなにはなんか、みんなには何してるか聞くんやって言われるんですけど、なんかね、何してるか聞くのめっちゃ好きなんですよあの、特になんかね、自分が緊張してる日とかはそうなりますね。皆さんがしてることを考えておきます そうですね、グスプメンバーの席丸見えですよ、結構持ってるよりおはよう、うん、おはようございます。24日に初アオハルが見ます。ありがとうございます。24はね、さくらさんとほのぴーとれいにゃがいるんですよ。嬉しいですあのコースターと使う人おるんかなって、まあおらんとは思うけど、言い切れないのでね、わからないですね。おはようございます。あー、うーん、青春昼公園見に行きます。ありがとうございます、待ってます。
ございます。あー、うん、皆さんいいですね。久々に生誕で生きてるくらい、ありがとうございます。やばいな、今日本当に一段とあくびが多いですね。なんででしょうね。でもね、昨日はめっちゃ早く寝ました。まあそんなに言うてかもやけど、あのね、あのまあ寝ました。おはようございます。さっき朝の散歩に出たら寒くて気温見たら17度だった、今日は暖かくした方がいいかもですって。なんか昨日の夜からめっちゃ寒くないですか。多分さ、あのね、なんやっけ、あ、昨日さめっちゃ雨降ってたの知ってますか。めちゃくちゃ朝の11時とか10時とかかな、わからんけど、雨は雨にあんまり当たらずに入れたんですけど、1日雨が降ってない時間にね行動ができたということで。だけどね、めっちゃみんなが雨降ってるって言ってました。降ってるよって言ってましたね。夜も降ってた、なんか若干わからん、降ってたんか普通なんか木とかそういうさ、あの葉っぱとかについたやつが降り注いでるだけかもしれない。うん、一応ね。おはようございます。チームの子なかなか確かに当たらないですね。もちろん DMM を見ながらガンプラ作ります。いいな、楽しそう。やばい、あくび大魔王、そうやで、大魔王から今日は一段と大魔王。おはようございます。昨日暑すぎてクーラーつけてて、嘘やん、ほんまですか。でも雨降ってたらムシムシしてるんですかね。でもなんかすごい寒かったですね。でもね、練習してたら暑くなるから、まああったかい格好はしないといけないけど、むずいんですよ。めっちゃなんかあったかい格好をしすぎると暑いんです。次暑くなりすぎちゃう。おはよう。今日は朝電車止まってるから公園当選したとしても見に行けなかったわ。なんでやろう、大丈夫ですか。おはよう。雨の中でも雨でも心の傘開いて乗り切ったわって、すごい、あれですね、パワーがあるんですね。夜窓全開で寝てたわって、え、寒くないですか。まあいけるか、寒くはないですかね。そうそう、雨降ってて蒸し暑かった、エアコン OK しました。あ、やっぱり雨降り終わってからが寒いんですよね。じゃあ降ってる間は、まあ打たれてない限りは暑くないか、あ、暑いかですね。今日昼より見に行くね、ありがとうございます、待ってます。ノイダンボイでダメだ、何に使えますかって。そうですね、なんやろう、アミタンクラブで使えるかな。いろんなね会社があるので。お
はよ、寒くて布団から出れない。でもね、今日の朝で本当に酸素不足すぎてやばい。それで今日の朝起きた時、もう本当にめちゃくちゃ起きたくなかったですやっぱね、皆さんもきっと今朝早くから見に来てくれてるので早起きしてくださったんだと思うんですけどね、もう寝たいってめっちゃ思ってましたね。そう、ちょっと最近忙しくてね、はい、まあ、テスト終わったんで大丈夫なんですけど、テスト期間だったので朝ね早く起きるのと夜なるべく遅くまで勉強してたので、それで1週間が終わって、それでまあ練習もしなきゃいけないのでね、でやってたらちょっとねゆっくり寝たいです。でもね、寝てるのは寝てるですよ、ちゃんと。ところで髪型は何にするんやって。ねちょっとなんか一個決まってなくて、ま、でもとりあえず昼公演は決めてます配信のために起きたけど二度寝するから安心してやって。はい、皆さんゆっくりしてください昨日との温度差がゴイゴイっすやって。マジか、17度はやばいですよね、さすがに寒すぎて。あ、22日の N コイン一般当選、あ、間違えた、一般抽選で当選してたよ、ありがとう、待ってますね。なんかね、チーム公演はなかなか当たらないらしいですね。めっちゃ皆さんメールのお返事とかで書いてくださるんですけどらしいですね髪型アレンジたくさん見たいなって、お楽しみにくださいね。でもね、どうしよう、夜むずいですね。あ、そうです、来週の神戸もね、よかったら見に来てください。オータムフェスティバルのやつがねあるんですよ。あのね、またねちょっと映しますね、ランキングの紙のやつ映します。この間傘電車の中に忘れましたって、あら仕方ないですね。ファニチケになってから当たりにくくなったなるほどね。おはよう、おはようです。22日感動の N シップ交換になりそうで今から泣きそうですって。感動の N シップ交換、本当ですか。おはようです。ちょっとね、じゃあそろそろ今日の1のさおちゃんの絵を描きたいと思います。あのね、ちょっとごめんなさい、今日短めですね。またゆっくりしましょう。そうです、アミはね来年中3ですよ、もう。はい、サオちゃんですね、行きましょう。よし、おはよう、おはようございます。待ってね、うん、おはよう。まだ中3やね。でもね、もう中学生は来年であと1年で終わります。うん、おはようございます。あれ、おりますかね、さおちゃん。
自分の生誕祭に行くって言ってたからもう出発しちゃったかもしれないですね。ちょっとあ、いた。私のアバターを押すと表示される、長すぎる犬を描くことはできますかって。わかりました。かわいい。でも例というかさ、わかりやすいですね、ある方が。あー、ちょっと間違えたな。開けましたね。ちょっとあとは目。あ、犬って声で描いたら可愛くなるんや。なるほどね。わかりました。なんか犬描くの苦手やったけど、わかりました。描けました。ちゃっちゃかちゃーん。なんかじゃーん、こんな感じですね。どうですかね。はい。OK ですかね。ナイチーズ、ありがとうございます。そうですね、これミニチュアダックスかな。かわいいですね。長いからね。長すぎる犬ということで。あ、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーティアサオちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。ありがとうございました。良い一年にしてください。今日は楽しんでください。ありがとうございました。やった。そうですね、あのね、アメは犬か猫派なら犬派かな。ありがとうございました。それでは壇上、あ、間違った、壇上読みたいと思います。はい、いきますよ。13位コジーさん、ありがとうございます。12位マボさん、ありがとうございます。11位ピロピロさん、ありがとうございます。10位大野フギトさん、ありがとうございます。9位マコニーさん、ありがとうございます。8位トラオさん、ありがとうございます。7位オウミさん、ありがとうございます。6位日高浩二さん、ありがとうございます。5位継続は力なりさん、ありがとうございます。4位ロンティメイさん、ありがとうございます。3位コニータン、ありがとうございます。2位鉄メガネさん、ありがとうございます。そして1位はドル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 ルン、サオちゃんでした。ありがとうございました。はい、ということでそろそろ終わりたいと思いますね。皆さんありがとうございました。それではまた後で会いましょう。せーの、サオちゃん、イエーイ、おめでとうございます。じゃあ良い休日をお過ごしください。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。